ろんなシーンごとにあのちょっとチェンジします。どうもこんにちは、おはらチャンネルです。あなたの名前は？おー、なかなかいつもお名前はなかったのに鈴木誠八ゆえりあり、なんだー。もともと言えるんですよ、言えるけれども、このカメラを回りしたらいつもやったのに。そしてあなたのお名前は？です。イエーイ。ということで今日は、今日は、おはらさんの YouTube 撮影の1日の、今日は YouTube 撮影1日に密着ということでありがとうございます。はい、ちょっと今誠吉はあのちょっと習い事を今ピアノ行ってるんですけど、今日はですね、なんと ありがとうございます、ユニクロさんからなんかお洋服をタイアップ、提供していただきました、ありがとうございます。そもそもあのユニクロは、しょっちゅう着てるんですよ。お子さんいるお母さんとかも絶対、親もそうですけど、ヒートテックね、もうこの冬も大活躍してます、ヒートテック。あとアウター、ジャケット。何がいいってね、やっぱね、学校とかでもフードが取り外しできないとダメやったりしたら両方いけたりとか、フードがなくても OK なものもちゃんとあるでしょ。で、軽いでしょ、丈夫でしょ、安いでしょ。もうユニクロ結構使ってんですよ、普段から。今年の冬はね、もう今春ですけど、デニムの中が暖かいデニム、パッと見全然ゴワゴワしてないのに、あったかいデニムもすごい活躍した。で、全部ウエストも調節できるのがいいでしょ。でね、今ね、竹爪もね、タダでやってくれるのよ。ユニクロのこのオンラインで、しかも何センチに切っといてください言ったら、それタダでしてくれるですよね。まあだから普段からユニクロさんにもお世話になってるんですけど、今回は特にありがたいわ、このちょっと春仕様。YouTube の裏側に密着とか、いろんなシーンごとに、いろんなシーンごとにあのちょっとチェンジしまーす。いやー、ねえねえ、なんかさ、ちょっとなんかなんていうの、これリンクコーデ、リンクコーデ、かっこいい、モデルさん、おー、110を着てます。あ、コウメちゃんもグリーンでなんかいいじゃん、いいじゃん、かわいい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 。コウメちゃんは90着てます。おちち、ちょっと待って。でもおちちもこれ入れやすいよ、ちょっとあのゆとりあるから、 M サイズですけど、すごいゆとりがあって動きやすいから、あの中にヒュッとコウメも入れやすいぞ。ユニクロさんのお洋服は乾きやすいみたいな、速乾ね。もちろん自分が洗濯して乾くのが早いのもありがたいけれども、例えば外に遊びに行った時に、あの特に男の子がすっごい汗かくでしょ、親が見てないから着替えさせられないじゃない。だからそういう時ももうさっと汗かいても何しても乾いてくれてたら安心感もあるね。でね、何がね、細かいことですけど嬉しいのはね、タンクトップとか肌着とかもユニクロのを使ってますけど、タグとかも中じゃないの、外なの。あれが中にあることで、あれをあのがちょっと当たったりチクチクしたり、うち長男の誠吉とかはもうタグ1個あるだけですごい敏感で書いちゃったりするのね。だからそういうね、ちょっとした心遣いがすごいあって、子供のやつもタグとかもなる印刷のやつが多かったり、肌着とかも外でカットできるようになってたりとか、タグがもうなんか今日細かな、なんかサービスが多くて嬉しいです。早く乾くありがたいよ。動きやすいね。で、特に正八ぐらい年少さんなんですけど、もう自分で、着替えましょうを覚えなくてはいけない時だから、そういう時でも脱ぎ履きしやすい、子供が。で、コウメちゃんもすっごい動きやすいね、これね。もう今家で暑いから、あ、この部屋がポカポカやからね、こうしてるけど、ほら、こういうこともできるんですよ。伸縮性がいいということで、外行くときはこれ、暑いの、ね、暑いの、ね、暑い。他のズボンの中のそこまで上がらない。上がらへんでしょ。なんか T シャツも、ちょっと横が広くって、細身からちょっとぽっちゃりまでカバーできるよね。で、意外と T シャツってね、横が結構ピタッとしすぎると、
また脱ぎ着ちょっと難しかったり、ちょっとゆとりあるとちょっと大きくなると結構あのピタピタになりすぎたりするけど、長いこと着られる。ワンス一つのサイズで幅が広い。あ、今から今日はですね、ヘアカットです。もうすぐ卒業式とか入学式も、卒園式、入学式もあるし、もうだいぶ伸びたんでね。髪の毛ちょっとカットつけて、ヘアカットって言っちゃった。散髪です。カメちゃんバイバイして。バイ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 、行ってきます。セリスのカメラも出たな。ちょっと片付けて行ってきます。はい、バイバイ、行ってきます。はい、短くなるね。でもちょっとだけ。ちょっとだけ？どうしたの？チーグ。はい、カット終わりました。コウメはちょっと今寝て、ご機嫌斜め。さっぱりしたね。さっぱり。かっこいい。かっこいい。聖吉もかっこいい。聖吉のファッションも。ユニクロです。ちょっとまだね、肌寒いときすごいパーカーありがたいね。パッと着れる。しかもこのキャップもかっこいい。モデルさん、後ろの調整のところが夜光で光ってたから、あー、ここが光って、まあ軽いね。かぶりやすそう。ここ光る。夜になったらここのラインが光るんや。ここ、うん、安全で、ここで簡単、もうちょっとちっちゃくもできるし、まあ、正規値ちょうどいいな。これサイズ何？ワンサイズ。ワンサイズ。はい、帰りましょう。マジでおかえりスーパーご飯。すごい？おかえり。すごいやん。かっこいい。全部、全部、もう箸が全部いこうか。上。かっこええ。いいよ。めっちゃかっこええやん。こっちもいで、赤さん、ぷい。ピース、ピースできるとこ見せて。もうピースできるやん、両方。こっちは。赤さん、赤さん、赤さん。親指ちゃんと、親指ちゃんとなってるか。お、親指ちゃんとなってるか。いいやん。おー、1年生おめでとう。重たくないね。何も入ってない。正吉、もうこんなんも用意してんねんね、お母さん。え、ほら、鈴木。正吉、名前も書いたわ。お母さんは綺麗めな感じの。こちらもユニクロです。めっちゃ着やすい。特にこのパンツなんて、もうシワにもなれへんし、これはいいね。ちゃんとした感あるしね。コウメちゃんもでしょ。全員動きやすい。正吉全部やで。セットアップっていうの。これ中の短パンも130です。上もう上下130、シャツ120、正吉こっち着て、中はベストもやで。すごいな。ちなみに小原さんの、トップス 100% コットン。いや、ほんで私ね、あのちょっとこういうニットっぽいやつって、あの肌がすっごいあの敏感で、ちょっとでもチクチクがあったらもう一切着られない。パンツもこれだから今服選び実はすごい大変なんだけど、全然チクチクしない。しかもなんかこれ今日肌着みたいなのしてない。もうそのまま着ちゃってる。だから全然肌に当たっても全然チクチクしてない。そしてなんかちょっとしっかり感あるし、もうこれも全然チクチクしない。もうね、何でもチクチクが絶対嫌な。履き心地がもう良くないと絶対服着ないんでーす。ね、清吉のやつが、清吉くんが、ズボンですね。あのボタンでウエストを調整できる。すっごい調整できた。
130でちょっとウエスタンまでガバガバやったからかなり3つずつぐらいボタン詰めたんです。だからすっごい長い間着られる、すごい良かった。だからちょっと大きめ買ってて正解。フォーマルな服ってなんかそんな毎日使わないじゃないですか。そうなんですよ。だから年に本当何回かで買って、次じゃあ春着て次秋ぐらいになんかフォーマルの場所があった時にはもうサイズアウトしてるとかっていうのがあるから、ちょっと大きめで長い間着られる。なんやったら来年ぐらいはいける、来年の春でもいける。130やったらいけるから。清吉があとですね、やっぱりジャケットがかなり柔らかい着心地なので、もう全然動いても多分そう、こんなね、かっちり見えるけどすごく柔らかくて、もう子供はね、動きやすいのが一番です、本当に。アンパンマン、ボイルズボーでやってみよう。いや、もう、まだ負け、レディーセットマジで前より血をなってる、マジで。いや、まだまだ6歳にはお、マジ、おー、え、マジ、この間まで買ってたの。いや確実に2週間前は買ったで、戦った時。もう6歳になるから、もうすぐ6歳や、ほんま。あとちょっとで。力強なってる。まあ私が弱いんですけどね。すごいっすね。いや同等やね、今の。ドロー。もうあと。やっとたらちょっと買っとったと思うけどでもユニクロさんであれですね、割とカジュアルな服のイメージだったんですけど、結構こういう綺麗な、いやすごいやな。しんどい、その服全然しんどくない。いやだから本当にちゃんとした場所に着ていける服があるなって、ユニクロさんで。ちょっとあんまり知らなかった。そうですよね。まあすごい、ママも子供も赤ちゃんもいいじゃない、素敵じゃない。はい、ということで、清吉くん4月から小学1年生頑張ってね。いいやん、どう、かっこいい、そうですね、うい、ありがとう。お母さん、今日一日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。最後まで元気な息子たち、ラウンジウェアにチェンジしました。ラウンジウェアにチェンジしました。聞こえますか。どうですか、来ていただいて。いや、だからこのまま、私の場合はもうこのままもうほんま寝られる感じね。肌触りね。これ素材が、エアリズムの素材を使ってるみたいな。エアリズムの素材やから、やっぱりこれも吸湿速乾やな。でもすごいサラサラやもん。もう肌触りもいいし。私の普通、私でも吸湿これ。ものすごい効果的。で、髪の毛ヘアズクッパーズ。見えないとちょっとクッパー。私はパジャマこれ着るの初めてやわ。寝てる時ってものすごい汗かくからね、実はね、かいてるもんね。とにかく着心地がいいわ。本当に。これ M でもよかったかな。これが、M サイズです、ね。あ、でもな、でも立ったら M やな。ぴったりやな、M。私162センチね、やっぱ M サイズや。ぴったり。もう家にいる時、別に寝る時じゃなくても一日中これ着てたわ。休みの日なんか別に着替えてずっとこれおろうかなって感じ。かわいいわ。かわいいわー、ラビット。ほんでもさ、ユニクロの、こういうパジャマは、ここがさ、これもついてくれてんのよ。前ね、この子たちもちっちゃい時も、もうちょっとちっちゃい時、着てたことあんねんけど、これすごいですから、何かというと、これ、常識ですけども、上と下をくっつけてくれるボタン。しかも2つあって、長さ調節これでできて、今コウメちゃん90着てるんやけど、ちょっと90がやや大きいかなと思うけど、これズボン上の方でここを止めるとぴったりで、もうちょっと背伸びたら今度下にボタンして長く。だからね、このシリーズのパジャマすごい好きやねん。お兄ちゃんたちも着てる時あってすごいいいな思ってたんよ。だからお腹が見えない、寝てる時めくり上がらないでしょ。身長によってもちょっと調節できる。調節できる。おー、とめちゃん今ちょうど寝起きなんだよね。こんだけ動きまくってももう余裕。なんやったらこれ外でも行ける感じやな。Yes!
ゴリラとにかくゴリラくつろぎのカッコね and the baby 18くんの方のパジャマのこのウエストのところがこうあんまり折れたりしない素材みたいで、あこのズボンのな、ズボンのこれな、はい、はい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 、はい、あそうかそうか、なのでお腹周りはなんか苦しくなったりはしないみたいな、マリオインザアップ、動きやすい、何にも、僕はもちろんゴム全然ゆとりあるし、しかも見栄えもいい、パジャマ、なんか意外といつも T シャツとちょっとなんかスウェットみたいなのいつも過ごしてるから、ということで、もういろんなバリエーションのユニクロさんのお洋服を着させていただきましたけど、鼻ほじるそんなんも覚えたんの今日一日密着させていただいたんですけども、どうでしたか、ちょっと改めていろんなユニクロさんの服あったかなと思うんですけど、とにかくですね、今日いろいろ着させていただいて着心地がまずいい、機能的である、そしてかつおしゃれ、赤ちゃんから大人まで、着られる、最高、そしてなんといってもね、安い、確かにお値段重要ですよね、うん、うん、です、だからすごく人気なんだということが改めて納得できました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ほらこんなんしてもさ、これがずれへんやん、こうめちゃちゃんとボタンしとおかない、いやー、みーちゃんに大きくなったな、大きくなったね、今日も一日遅くまでありがとうございます、とんでもないです、ありがとうございます、チャンネル登録よろしくね、グッドボタン押してね、グッドボタン押してね、チャンネル登録よろしくね、バイバーイ。バイバーイ。